どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回もプロスピエースやっていきたいと思います。今回、タイトルを見てもらったらわかる通り、そうです。Sランク契約書2枚引いていきたいと思います。いや、久しぶりにね、この企画やってまいりましたよ。Sランク契約書2枚ね。で、1枚目がね、こちらですね。Sランク契約書、スターロード累計報酬。うん、こちらをね、こちらのSランク契約書が1枚と、はい、もう1枚のSランク契約書がこちらですね。スピメダル交換所です。はい。の、9万枚か。で、交換できる S ランク契約書があるので、こちらをね、今回も交換していきたいと思います。行きましょう。はい。まあね、まだ3万5000ありますね。って感じで、これでね、S ランク契約書2枚揃ったんで、この2枚をね、引いていきたいと思います。さあ、やってまいりました。S ランク契約書2枚。行きましょう。1枚目ね、スターロードの方から。狙うは、まあ、ベイスターズなら、タナケン、ミカミですね。最近中継ぎが欲しいんで、ショートとね、サード当たったんでね、中継ぎが欲しい、ところである。さあ、誰来る？他球団だと、大谷らへん。誰来る？さあ、誰？おう！桑原来た。え？やば。自チーム関係ないのに、桑原来ましたね。やば。別にセンターはね、欲しかったわけではないんですけど、ね、ベイスターズの桑原来ましたね。やった。最近ベイスターズめっちゃ当たってない僕。超当たってる。さあ、2枚目行きましょう。センター当たってから、ピッチャーの中継ぎやっぱ欲しいね。中継ぎ。さあ、火の玉はもちろんね。さあ、誰来る？うわ、やばい。やっば、大谷翔平、打者の方ですね。これはビビる。いや、最近ガチャ運が、やばい。やばすぎる。大谷。いや、ライトですね。今、ライトは、鈴木誠也で使ってたんですけど、これはチェンジですね。やばいね。これはちょっと、マジでね、出川並みにね、やばいしか出てこない。うん。ちょ、選手名鑑で見ていきましょうか。はい、まず一人目に当たったのがこちらですね。桑原です。はい、桑原ですね。今だくわくらいつけはですね。ミート C、パワー C、走力 B。ミートとパワーがね、68、68で、まあ、いい感じで揃ってますね。で、僕はね、2016年の、シリーズ1の方でね、桑原選手持ってたんですけど、断然こっちの方が強いんでね、こっちに、切り替えたいと思いますね。ていうか、こっちを育てたい。早くね。いやー、でも、自チーム確定とかじゃない部分でね、桑原選手与えられたのはかなり嬉しいですね。はい、ということで、次、大谷選手見ていきましょう。はい、二人目に当たったのが大谷選手、大谷翔平ですよ。今年はね、打者でね、もう爆発的に活躍しましたからね、意味がわかんない。ホームラン何本だっけ？十何本？二十いったっけ？くらい打ってましたよね。で、能力なんですけど、ミートが A、パワーが A、走力が B ということでね、なんだ今のテンションって感じなんですけど、やばい。しか出てこない。いやー、当たるんだね。って感じです。率直な意見。僕なんかが当ててよかったのでしょうか。本当に嬉しい。ミートが A ですね。パワーも A っていう、もう素晴らしい。これはちょっとね、3番大谷、4番筒子、5番ロペスみたいなね、感じで打線が組めると思います。いやー、これは本当に今までで一番嬉しい波に嬉しいですね。はい、ということで、大谷翔平選手でした。ということでね、今回は S ランク契約書ね、今回も2枚引いていったんですけど、まさかね、S ランク契約書の方でね、自チーム関係なく、桑原選手が来てくれたのが嬉しかったのと、2枚目ね、大谷選手。いやー、大谷選手が来るとは思わなかった。いや、本当にね、2016年シリーズを、締めくくるにふさわしい選手が来ましたね。いやー、本当に嬉しかった。ということで、早くね、育てて、使えるようにしていきたいなと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。では、次回のプロスピエースの動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。やばいね、今回本当に。最近やばい。